はい、じゃあ龍が如くセブン、光と闇の行方、続きやっていきたいと思います。第3公演行きましょう。あ、兄貴、借金男はいたか。はい、あれ見てください。あいつが平塚って男です。あいつか、知ってんすか兄貴。まあいい、行くぞ。ああ平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。わあ、なんだそれ、ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなければ財布置いて。なめんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。こいつと一緒にいるってことはヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ、ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ、財布渡してくれるだけでいいだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ、わかるだろ。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ、カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよソープの一番ごときが舐めた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃ、タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。ぶっ殺してやるよ。やってやるぜ、俺の番だな木槌みたいな持ってんな、まあ、まあ一回攻撃しておこう。極み技、渾身パンチ。あらら、渾身パンチで決めようか。はい、レベルアップ。強くなった気がするぜ。これ動画界でレベル上げといた方がいいな。やっぱりあんた強いな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ、お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。え、何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。
余計なもんってこれ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてるぜ。え、ああはい、よし行くぞ。ちょっと兄貴、どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ、いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで特貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな、母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え？確か少し前に閉店した店ですよね。それがなんすか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってな。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。な、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね。そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、オールは2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか。はい、ちょうど今日のおしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。あれやろ、もう若の付き添いに行く時間だろうが。はっ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。さて、マンションへ向かえ。いや、一番いいやつだな、普通に。ソープの一番って呼ばれてたんだ。え、どこ？あ、こうか。早く若のマンションに向かわねと。若のマンション。マサトさんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。シノギが立て込んでて。場所をわきまえろ。
今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。何すか？それ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで、弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが、即効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか？今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。育児のねえやつだな。若行くぞ。わか。いらっしゃいませ。
んばんは、マサキさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと。わか、速攻話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。いかがされましたか？夢野さんはどこだ？はい、夢野さんならあちらの席に。あれ、いない。また別の席に呼ばれたようですね。今日は大忙しですから。それより春日さん、マサトさん治ったんですか？まあちょっといろいろあってな。へえ、なら春日さんもこれでようやく奴隷から解放されますね。バカ、奴隷なんかじゃねえよ。これも大切な仕事だ。だけどマサトさんは仇なんでしょ？なら組員の春日さんを付き添わせるなんて変じゃ。余計なお世話だ。なことより夢野さんはどこだよ。すみませんが、多分ご自分で探された方が早いのではないかと。お前それが不渡客への対応かよ。先週のクリスマスに何本ボトル入れたと思ってんだ。でもボトル入れたのは春日さんじゃなくてマサトさんですよね。ああ、うるせえな。もういい。自分で探す。夢の？どこにいんのよ。話してこうか、端から。なんだね、君は。なんだ、爪やってか。間違えました。間違うでしょうね。夢のさんはここに、夢のさんはいないわよ。あっちじゃない？なんだあんた。まあいい、一緒に飲もうや。イエーイ。また今度で。だいたい一番端にいるんだよな、こういうのって。奥とか。こいつは？俺が君をナンバーワンにしてあげるからね。嬉しい。ここにはいないな。違うか。ああ、ここだ。まあ奥だね、一番ね。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、なんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せてんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえか、バカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。
メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんなら、これがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃあ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上、贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあ、この女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢乃さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢乃さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。わか、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎、よく来るのか。いや、初めて。で、夢乃さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その。早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも分からん女出てなくて、分からん彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけ分かんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え、こらもう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケスだこいつは。いや。あー、マサトさんうまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。すっごい。はあ、嘘。え、こんなの。さ
さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション一個くらいだ。と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。一、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか、もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。バカ！いつからそこに？あの、バカ？おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。バカの付き添い終わりましたか。
なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。まあまあそうだよな。でもあ、金づるでしかないよな、キャバ嬢からしたら。客は、あ、くそ、ツンピラ、ツンピラレベル1、まだオートはできねえのかこれ。なんかこの戦闘入るとそのまま殴りかかりに行けるってちょっとまだ未だに思っちゃうな。前に倒した。何？ダストリュージョン。華麗なるゴミの、なんだこれ。ゴミの演奏者。まあまあ、いけいけ。微妙に読めねえな。荒くて。よし。待ってましたよ、兄貴。早く事務所に戻りましょう。うん、まあ戻ろうか。ああ、そうだな。例の裏ビデオ屋は？今日、兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃ、もう勝手な商売はしないっす。で、そいつからいくら取れたんだ？それは…ビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた？ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと？てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしんじゃねえよ。そんなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。
そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでから騎士ですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進む奴がいて、フォローしてくれるミツがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや、今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ。そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さて、じゃあ20世紀を締める飯を食いに行くか。な、一番。よし。ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません。俺は女にはからっきしで。しけた声出しやって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえし、何舐めた口聞いてある。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうが。でもな、俺もこいつとなら所帯持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ。まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ。もうお亡くなりだとは。一応。24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え？でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だからあかねとは隠れて付き合ってたよ。あれが子供ができたって言ってくるまではな、どなりゃお嬢か茜か、どっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。
でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え？組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああさすがに俺も耳を疑ったわよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。組の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。ちっさアルプス。ああ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。おでもすぐそこにも奴らが来て、分かった。今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ。奴らが来た。どうしよう。赤ね、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。大丈夫だ。赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。分かった、この子お願い。赤ね、おい、いたぞ。女だ。行け行け行け。おい、赤ね、女、くそ、どこ行った。おい、早く探せ。
待ってろ、待っててくれよ。何なのあれ、マジで待ていいよ。ラキー、入ってくれ。警察に通報する。大丈夫かよ、しっかりしてろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナトコも、いや一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イジ、マサトのことお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせてしまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえお前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっし、絶対見つけてみせますよ。はい、ムービー長かったですね。まあでもムービー中はちょっと喋りたくなかったので、ほぼムービーだったな、今回。
まあいいか。なるほどね。いい話だ。で、もしかしてこれなんか、ね、昔の話となんかリンクしてるからさ、北京ダック食べてる時にこの親分殺されないよね、まさか。って気になりつつも、ここら辺でやめときましょう。ありがとうございました。ではまた。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。